いや、吉田さん、いいですね。やっぱり共感するところが多いですね。で、最初にお伝えしておきますけども、山口陸さんの商品、私は繰り返し買いましたよね。あれは購入したというよりも、私はね、広告費だと思って払ってたんですよ。なぜかというと、ライブ放送20時間参加しますよね。ライブ放送20時間に参加するときにずっとコメント書いてましたね。そしてコメントの中で、うわ、もうすでにメモったノートが真っ黒ですみたいなこと書くと、それが読まれるんじゃないかなと思いまして、で、読まれたら広島の久保さんがこんなこと言ってますよみたいな感じで、やっぱ放送で言ってくれるんじゃないかなっていうのと、あのライブ放送って後でね、動画になって配信されるわけじゃないですか。そしたらそういう今ライブには参加できないけども、後から動画を見る人にも久保哲郎は有名になるなと思ったわけなんですよ。そしてあれからですね、もう何回となく吉谷さんは、いや、山口陸さんの時久保さんこうでしたよねっていう風に話してくださるわけでしょ。もうね、どれだけ安い広告費なんだと思いました。でも当時の1000円っていうのは私非常にきつかったです。1000円2000円を捻出するために私はその日は昼食を抜いてたんですよそのぐらいね、昼食代を抜かないと払えないぐらいもう切迫してまして、財布の中にある数千円が最後のお金っていう瞬間が何回もありました。まあ、そういったことをね、くぐり抜けながら楽しみながら自分のできることをやってきたってことなんですよ。じゃあ自分のできることは何なのかなってことなんですけども、今の時点で自己アフィリエイトしかできないんだったら自己アフィリエイトをしっかりやることだと思います。そして自己アフィリエイトをね、人にお伝えすることによって収益を上げるっていう道を開くんですよ。私もだから速稼塾始めたばっかりの頃、おおむね1年間ぐらいはその自己アフィリエイトしか武器がなかったんですよ。で、自己アフィリエイトのしかも金融系のカードを作ることを人に教えて1年間ぐらいやると2500万できるみたいなね、そんなことが、だから1個のことでね、ここまでぶち抜けるわけなんですよ。だからできることが1個見つけたら、それをずっと工夫しながら繰り返してやっていくということですよね。どんな工夫をするかというと、目の前にいる人に自己アフィリエイトを教えるだけではなくて、インターネット上にですね、当時はブログで、動画とか使わなかったんですけど、ブログで自己アフィリエイトのやり方を書いて、それをパスワードロックをかけて人に売るってこともしてましたよね。直接お会いできない方はそういうふうな指導の方法もあったわけですよ。だから今の時点で持ってるカードの中でどれだけ手札を切れるか、切り札を切れるかってことの繰り返しだと思うんですよ。まあ、そういうふうにしてやっていただければいいなと思うんですけども、なかなかね、行動する人はいないなと思います。私はね、最初自己アフィリエイトじゃないですけども、その速稼塾を始めた頃ってライティングが全然ダメだったんですよ。文章が書けなかったんですよ。で、Facebook に投稿しても自分で書いてても下手だなと思ったんですよ。すごい恥ずかしかったです。で、久保さんはよく言われたのがね、久保さんは喋りはいけるんだけども文章はまるで下手っていうふうにね、よく言われましたよ。まあ、ですんでね、私は最初セミナー講師から始めたわけなんですよ。セミナーやる時でもホワイトボードに書くことは何もなし、板書なし、ただ喋るだけですよ。そういったことをずっとやっていって、だんだん書けるようになったりとか、だんだんライティングできるようになったりとかして、まあ、今はね、そのメールマガジンを書いたりとか、あれもね、メールマガジン2015年から始めたっていうのは、2013年、2014年は書くことに自信がなかったんで、書くスキルを貯めていったんですよ。で、そろそろいけるかなと思ったのが2015年8月12日なんですよ。その時にライティングでズバッと、メールマガジンっていうのは文章だけですからね、その文章だけで2万人の読者を1年間でこう抱えるわけなんですよ。いや、これはだからその時にできることをやったことの繰り返しなんですよね。うん、で、SNS のマーケティング行ったりとかね、今では一番最初セミナーで鍛えたその喋る能力を使ってね、 YouTube っていうものを使ってます。まあ、そういった形でね、できることをやることを最大限生かすことかなと思います。今回の動画の最後にちょっとお伝えしておきますけども、今日できることをしない人っていうのは明日はもう今日より確率は低いです、やる確率は。なので、インプットしますよね。いろんなものをこの動画を見たりとか、いろんなものを本を読んだりとかすると思うんですけど、インプットをしたら気づいたことをすぐにアウトプットしないとダメなんですよ。どのぐらいすぐにするかっていうと、この動画を見た後に自分の動画を上げるぐらいのペースでちょうどいいんですよ。で、私も吉田さんの動画を見た直後にこの動画を撮ってますからね。インプットとアウトプットのこの幅、間隔が広ければ広いほど成功に遠のきます。でも、インプットとアウトプットの間隔が近ければ近いほどね、数秒後とか数分後だったらもうベストなんですけども、近ければ近いほどうまくいくんですよ。自分の脳にも刻まれますから、その繰り返しやっていくことが時間を大切にするってことでもあるのかなと思いますし、一日も早く億万長者になるための道が開けるということで、今日の動画をまとめさせていただきます。ありがとうございました。